田中美幸夏は日本の元女子プロ野球選手。兄の影響で幼い頃から野球が身近にあり、初めて遊んだおもちゃは野球のボール。小学校時代は地元の少年クラブ。中学時代は軟式野球部に所属し、同級生の女子と共に男子に混じってプレーをする。中学では1年生からレギュラー保守だった。しかし、男女の差を常に感じており、 女子の頂点を目指すべく、女子野球の名門新村学園高等学校に入学。2年時には、第1回アイブフ女子ワールドカップ、日本代表に選出、準優勝に輝いたほか、部活では遊撃手として、夏の全国高校選手権大会での優勝に貢献した。その後は手に職をつけるために、専門学校に3年間通い。 野球からは離れていたが2009年に医療関係の仕事につき同時に女子野球クラブチーム大阪ブレスに入団2009年の日本女子プロ野球機構トライアウトを受験し合格同年12月のドラフト会議で兵庫スイングスマイリーズへの加入が決定したプロ1年目は主にセカンドとして全試合に出場し打率285を残した その後、同チームで5年間プレーし、2014年シーズン後に引退。引退後、ー・ビ BBC ーーー、全国ビームスでプレー。女性元野球部員がコーチに、川西緑大高の山本さん、神戸新聞、2011年4月26日、教育痛み、2011年3月1日、女子公式野球評語で、全国大会、神戸新聞ウェブニズ、 2004年11月17日、元年のヒロイン1田中美幸夏、巨人、坂本には負けない、スポーツ報知大阪版、2010年1月12日、ディオーネ田中美幸夏選手が、任意引退2014年12月24日、日本女子プロ野球リーグ。ありがとうございます。